皆さんこんにちは、沙織先生です。今日はですね、絶対に失敗しないデートの誘い方、これ知りたい人めちゃくちゃいると思うんですけど、これお伝えします。これじゃあもう結論から言っちゃうんですけど、絶対失敗しないデートの誘い方、これはですね、何か理由をつけて誘うということなんです。人間は何か理由がついてると承諾しやすいんですね。例えばデートの場所で言ったら、私は結構劇団四季とか大好きなんで、劇団四季のチケットあるから一緒に行かないとか言われちゃうと、行くみたいなこの行く理由があると OK しやすくなるんです。なのでもちろんチケットを取ったからとか、なんかこういういいもの あるよとか、あとご飯の場所とか、あとこの子たちとみんなで集まらないとか、女性は結構このグループっていうところに置いてかれたくないというコミュニティ本能があるので、なので行きたいというふうに自然に思うと。なのでこのデートだけではなく、何かお誘いをした時とか LINE がなかなか返ってこなくなってしまった時っていうのは、何か返したくなるような理由をつけてあげると、相手は行動を起こしてくれやすくなるよということです。さらに言うと、その理由付けも大事なんですけど、自分自身にメリットのある理由付けをされたら当然承諾しにくいですし、承諾したいと思わないと思うんですね。だけど相手にメリットのあるような理由付けだったら、これ OK しやすいんです。例えばですけど、私今劇団四季大好きって言ったので、私が劇団四季好きだから、誰かから劇団四季行かないって言われたら行きたいって思うわけですよね。逆に私は全然劇団四季好きじゃないのに、その誘いたい男性が劇団四季大好きだから行かないって言ってきたら、いやいや一人できなよって思っちゃうわけですよ、もし好きな感情がなかったら。なので相手のメリットになるような、相手がこれ好きなんじゃないかなって思うことを理由付けにしてあげると、余計に承諾してくれやすくなります。ぜひですね、皆さん相手の好きなものってなんだろうなというふうな視点で毎回コミュニケーションを意識してみてください。このチャンネルでは男性の恋愛だったりお悩みを解決するような情報を配信しています。このチャンネルいいなと思ったら、チャンネル登録ボタン、そしていいねボタン押していただけると私が喜びます。コメント欄にコメント残していただいたら私が必ず返信します。では次の動画でお会いしましょう。沙織先生でした。